ボケろ。あれ、ハセオ、こんなとこで何してるんだ？ハセオはアリーナによく来るの？参加したことはあるの？いや、参加したことはない。本当に？あの死の恐怖が？ PKK とアリーナバトルは関係ないでしょう。観客の見せ物になってランク稼ぐなんて俺の性に合わねえし。アリーナはね、 PK とも無関係じゃない。 PK と？悪質な PK の横行に頭を悩ませた CC 社は PC 同士の戦闘の場を公に設けたんだ。アリーナの存在によってザ・ワールドのモラルの安定を図ったんだね。結局柄の悪い PC のたまり場みたいになっちゃったけどね。そんな経緯があったのか。ハセオ、もう少しザ・ワールドのいろんな面を知った方がいいぞ。アリーナには高魔級、適正級、龍拳級っていう3つのクラスがあるんだ。最初に挑戦するのは高魔級のクラスかな。お前らがアリーナ好きとは意外だな。そんなに来るわけじゃないよ。ただ今日は、はあ、そろそろ始まるんじゃないか。行こう。始まるって？今日は高魔級のチャンピオンが出場するタイトルマッチがあるんだ。チャンピオン？彼は変わり者だからトーナメントの防衛戦以外じゃめったに戦わないんだ。ラッキーだったね、ハセオ。戦うことに魅せられ、勝つ快感に酔いしれた男たち。その凶暴なまでの雄たけびが聞こえるか。チャンピオンの座をかけた男たちの伝説を語ろう。高魔級タイトルマッチの幕開けだ。いよいよチャンピオンのタイトルマッチが始まるよ。何人もの挑戦者をひれ伏してきたその剛腕が天高く突き上げられる。大観衆の視線は俺たちのものだ。さすが、あいつらが挑戦者か。ただでかいだけじゃん。まさか彼らは最近メキメキ腕を上げてきた人気急上昇中の新鋭ランカーだよ。来たあいつがチャンピオン？そう、彼が連戦連勝のチャンピオン、エンデュランスさ。エンデュランス、はあ、やっぱエン様最高やな。おい、ちょっと待てよ、おかしくないか？ハセオ、どうしたの？なんで相手は3人なのにチャンピオンは1人なんだ？そこがエンデュランスのすごいところなんだ。彼は今までアリーナの戦いで一度もパーティーを組んだことがないのさ。そんなのありなのか？アリーナ規定にはリーダー1人を含む最大3人パーティーでの参加が可能とある。1人で参加しちゃいけないなんて決まりはないんだよ。普通はやらないよな、ソリナだけだもの。は、始まるぞ。なんだよ、逃げてるばっかりじゃねえか。エンデュランスの戦い方はいつもこうなんだ。まずは相手に攻撃させるのさ。何かを見極めるみたいに。んなこと言ったって攻撃しなきゃ勝てないだろ。やっちまえ。つまらないな、こんな戦いでは。彼女が退屈してしまうよ。ああ、
したのか。お前ら、あれが見え…アバター。そうだ、アバターは昼に使いにしか見えない。ハセオ？いや、なんでもない。消えてくれ。君たちはみんな醜いただの人間だ。何？チャピオン、今何やったの？瞬殺？あんなスキル、あるんだ。すごかったね。っていうか、途中から全然わけわからんって感じ。あれが上級者の戦い方なんだよね、きっと。ハセオはさすがだな。ちゃんとわかってたみたいだし。そうなの？あんなもん。ん？あんなもんは戦いじゃねえよ。へ？帰る。ちょっと待っておくれよ。エンデュランスは非分使いなのか。非分使いがアイダと一緒にいた。なんでだ。エンデュランスが非分使いだと GU の連中は知ってるのか。聞けないよな、今は。あ、オーバン。みやや。いや、ハセオ。いやじゃねえよ。オーバン、訳を聞かせてくれ。こっちはあんたのおかげで散々な目にあったんだからな。トライエッジ、倒せなかったか。どうやらもっと強い力がないと奴には勝てないようだ。チキショ、このままじゃ。アリーナでエンデュランスの戦いを見ただろう。ああ、あいつは一体何者なんだ。奴は満たされない思いを追い続ける者。満たされない。ある意味においてお前と同じだ。しかし奴はお前に足りないものを持っている。なんだよそれ。その答えはお前が一番よく知っているはずだ。俺はいつだって待っている。お前が。俺が？いや、なんだよ。また会おう、ハセオ。って、おい待てよ、オーバン。ちょっとあんた、こんなとこで何してんねん。お前は、お前こそこんなとこで何してんだ。なれなれしく話しかけんといて。誰やあんた。サクはお姉ちゃんだよ。この PC 昨日までサクが使ってた。ああ、姉ちゃんの方か。なんや、人の顔ジロジロ見て気色は。あ、わかった、あんたもエン様目当てやろ。ダメ、
許さへんよ。エン様はうちと赤い糸でつながってるんやから。エン様、もう急に走り出すからびっくりしたよ。あんたらうちの絵。みたいなカスが口聞ける存在とちゃうんや。とっととそこどき。お前一体何者だよ。ロストグラウンドでアイダと一緒にいたのはなぜだ。さっきの戦いで出したやつはアバターか。君にも彼女が見えたんだ。だけどそれだけか。君には力がない、うん、彼らを理解する心もない。見えたところで大勢の中の一人には変わりない。君は何もできないまま年をとって、そして死んでいくんだ。かわいそうに、かわいそう、かわいそう。叫んな。俺に力がないだと、大勢の中の一人だと、何上から物言ってんだよ。証明してやる、俺の力を。お前をぶち倒してな。僕を倒す、どうやって。何がおかしい。無理、君にはできない。無茶だよ、あんな短歌切っちゃってさ。うるせえ、人を見下す奴は許せねえんだよ。あいつ絶対倒す。やっぱすごいなあ、ハセオは。でもさ、どうやってチャンピオンと戦うの？まずトーナメントを勝ち抜かないとね。トーナメントか。ハセオは長い道のりを歩むんだな。どういう意味だ？トーナメントは普通のフリーバトルとは別に CC 社公認で行われる公式戦なんだ。参加資格はそれぞれのコロッセオに登録した上位16組のランカーだけに与えられる。今からじゃ難しいよ。フリーバトルで勝ちまくって上位ランカーになりゃいいんだろ。あは、簡単に言うな。レベル20以上はないときついよ。パーティーも集めないと。お前らでいいじゃん。もうおいらは無理、絶対無理。なんでだよ。ガスパーは極度の上がり症なんだ。たくさんの人に見られてるって思うだけで手が震えて何もできないよ。僕はハセオがどうしてもって言うなら協力するけど。じゃあと一人か。パーティーバランス的には回復スペルが欲しいね。呪文師系の知り合いはいないの？呪文師。
どうかしたか。なんでもない。とにかく3人揃わないとね。2人でも参加はできるんだろ。エン様とやらも1人で参加してたじゃん。エンデュランスは例外だってば。長谷尾はともかく、僕みたいなヘッポコが真似しても勝てるわけないよ。分かったよ。あとのメンバーは俺が何とかする。見つけたら僕も誘って。じゃあよろしくね。呪文師系ね。やっぱりあいつ、いやでもな。とりあえずログアウトしてアリーナの情報でも集めるか。突然だったのにOKしていただいてありがとうございます。この前の分まで頑張っちゃいますよ。ほら、昔から備えあれば憂いなしって言うじゃないですか。ということで、こんなものを用意してみちゃいました。つーか、こいつ経験値稼ぐ気ゼロだね、ね、お役立ちでしょ。ああ、悪いな。今日は早起きしていろいろ準備してきたんですよ。こういうのなんだかピクニックみたいで楽しいです。そうか。まあ機嫌も良さそうだし、意外にすんなりと引き受けてくれそうだな。手早く獣人像まで攻略してアリーナの話を切り出してみるか。長谷尾さん、行きましょう。獣人像を目指すならこっちが近道だな。あ、待ってください。こっちの道にしましょう。あ、そっちは行き止まりじゃないのか。いいからいいから。見てください、ほら、あそこ。うん、あの蜃気楼みたいなのですよ、長谷尾さん。ちょっとぼやけてるけど、大きな機械があるの分かりますか？ああ、分かる。あの機械、紋章法って名前なんですって。昔、人間たちはあの機械にアウローラの力を込め、神々の国へ向けて撃った。神々は仲間の力によって滅んでしまい、人間は神殺しという罪を背負うことになった。それってあれだろ、公式ページの世界観とこに載ってるやつだろ。そんなの単なる設定。でもこの世界にとっては現実です。それにたとえフィクションだったとしても、この場所で私たちが感じる痛みや悲しみは現実のもの。感じねえよ、んなもん。それはきっと意味のあることだと思うんです。はあ？だってそうやって私たちとこの世界はつながっているんだと思うから。そんなんお前だけだっつうの。もしかしてつまらなかったですか？足りねえだろ。あの長谷尾さん、なんかよくわかんねえけど、そんな考え方もありなんじゃねえの。はい、じゃあ次行きましょう。次。わあ、かわいい。長谷尾さん、長谷尾さん、ほらあそこ、あの小さな島、鳥が止まってるのわかります？ああ、いいなあ、触りたいなあ。私、鳥って大好きなんです。カナリアとか文鳥とか、アトリって名前もね、鳥の名前からもらったんですよ。ふーん、
長谷尾さんは？え？長谷尾さんの名前にはどんな意味があるんですか？うん、ないんですか？そんな話すほどのもんじゃねえよ。教えてくださいよ。私はちゃんと教え、あ、言っちゃった。大きな声出したからかな。私たちも行きましょうか。こいつやっぱ苦手だ。ザ・ワールドの世界では人は蒸気文明に支えられています。その蒸気の力はこのチムチムが人に分けてくれている。ゲームの世界観の話だろ。そう。でも私も長谷尾さんもここにいる。この場所でザ・ワールドで生きてるんです。だからゲームの中だからって感謝とか思いやりとか忘れちゃダメだと思うんです。ちゃんとまっすぐにこの世界と向き合っていかなきゃダメだと思うんです。長谷尾さんはザ・ワールドでまっすぐ向き合えるような人と出会ったことがありますか？私にとってそれは榊さんなんです。もちろん長谷尾さんも。じゃあ行きましょう。長谷尾さん疲れちゃいました？いや、あとちょっと頑張ってくださいね。もうすぐ着きますから。ああ、何が？このお花ですよ。ね、すごいでしょ？お花畑みたいでしょ？長谷尾さん、お気に召しませんでしたか？いや、すげえな。お花畑よりも、あんたがすげえよ。でしょ？ここ、私のおすすめスポット、ナンバー15なんです。ベスト20とかあるわけ？いいえ、全部でナンバー132まであります。ああ、そう。先行こうか。はい。あ、今度はなんだよ。ラッキーアニマル。何？あれは、ついてるぜ、金鵜だ。ダメー。は？ダメです長谷尾さん、ケッチャかわいそうです。こらえろ俺、我慢だ。ここで切れたらアリーナが。そう、それもそうだよな。かわいそうだよな。そうです、こんなにかわいいのに。くそー、キング。こうやってのんびりお散歩してるのがこの子にとって一番幸せだと思うから、だからそっとしておいてあげましょう、長谷尾さん。じゃあ先行くか。はい。ごめんなさい、経験値そんなに稼げなかったですよね。まあ、大
たまにはこういうのも悪くないさ。よかった。私、経験値稼ぎって、その、あんまり好きじゃないんです。数字ばっかり気にかけて、周りの素敵なもの見えなくなっちゃうでしょ。そんなの、なんだかもったいないじゃないですか。お前さ、アリーナとか行ったことある？いいえ、行きません。 PC 同士で戦うなんてなんだか怖いですし。そうか？人を倒してランクを稼ぐなんて、私はっきり言って嫌いです。でも、なんだあれだ、お前ももう少しザ・ワールドのことを勉強した方がいいぜ。一つ聞いてもいいですか？なんだ？長谷尾さんは人に勝つことが好きですか？何言ってんだよ、嫌いなやつなんかいないだろ。私は嫌いです。っていうか、勝てた試しがないんだけど。でも、いつも負けてるから、負けた時の辛さはわかるんです。この場所、私が始めたばっかの頃、クエストに使われたエリアなんです。タイムアタックのクエストだったんだけど、私、こんな性格だからダントツのビリで、みんなにすっごいバカにされちゃったんです。それ以来、競争とかのイベントには参加してません。だから、アリーナも嫌いってわけか。アリーナだけじゃない。人よりレベルを上げて、人よりいい武器を求めて、その先にあるのは何ですか？力を誇示して、相手を打ち負かして、そこから何が生まれますか？ RPG で強くなりたいってのは、当然の欲求だろ。だけど、長谷尾さん、それだってゴールはないんですよ。ちょっと立ち止まって、足元に咲く花とか綺麗な景色とか、そんなザ・ワールドの出会いを楽しむことだってとっても大切なことだと思うんです。出会いだと？立ち止まってだと？無理、限界。バッカじゃねえのお前。こんなもの、こんなもの、こんなもの。いいか、こんなもんただのデータなんだよ。ポリゴンにテクスチャー貼っただけのただのフェイクなんだ。こんなハリボテ世界のどこが綺麗だって言うんだよ。長谷尾さん、このザ・ワールドで唯一リアルなのはな、プレイヤーだけなんだよ。より強くなって相手を打ち負かす、それが俺たちの繋がり方なんだ。こいつはそういうルールなんだって。それが悪いのかよ。答えろよ、どこが悪いか言ってみろよ。そんな、帰れ。え？紛らわしいんだよお前は。二度と俺の前に姿を見せるな。シナの顔で立ち止まれとか言うなよ。長谷尾さん、遅かったじゃんか。
待ちくたびれちまったぜ。はあ、またお前らかよ。あんたへの愛ゆえにって言いたいとこだけど、今回はビジネスでね。ビジネス？あんたまた余計な恨み買っちまったようだね。アリーナのチャンピオンに手出すなんて無謀無謀。お前なんでそのこと。あんたをやりたくてたまらないのは私だけじゃないってことさ。何から何まで全部お膳立てしてもらった上に、弱っちい死の恐怖様をやるだけで金までもらえんだから、割が良すぎて怖いくらいだよ。 PBS の変身もてめえらの仕業か。くそ。そこまでだ PK 諸君。はあ、おやおや、月の木のお偉いさんがこんなところに何の用だい。マナー知らずの乱暴者とネットゲームのあり方について語り合いに来た次第。すかしてんじゃねえよ。てめえらもまとめて PK してやろうか。それは困った。我ら月の木では PC に対する攻撃を禁じている。しかし不当な暴力に対する防衛手段も禁じてねえってわけよ、クソ虫ども。さあ来いよ、俺を切ってみろ。早まるな、待つ。分かってますよ、榊さん。こっちからは攻撃しない。君は確かケストレルに所属しているのだったな。ケストレルのギルドマスターガビは寛容な男だと聞いている。だが彼は PK を推奨はしていないな。君たちが月の木のメンバーに不当な PK を仕掛けたことを知れば、彼は叱るべき処置を取る。違うかな。それとも君はガビにとって特別なのかね、ボルドー君。ち、分かったよ。理解が早くて私も嬉しい。それとそちらのハセヨ君、我らが同胞アトリのご友人だ。同様の配慮をお願いしたい。返事が聞こえないな。クソ、分かったよ。ハセオも PK しねえ。それでいいんだろ。結構だがな、アリーナバトルは別だぜ。もちろん、アリーナのバトルは両者の合意のもとで行われる行為だからな。だそうだぜ、ハセオ。アリーナ来るときゃ覚悟しとけ。もう安心していい。彼らもギルド内での立場を危うくするほど愚かではあるまい。正義の味方が板についてるな。そういうキャラ、それとも自家。我々はネットゲームのプレイヤーとして当然のことをしたまでだ。別に正義の味方などとおごるつもりはない。どうだか、わざとらしすぎんだよお前ら。タイミング読みすぎ。この現場に間に合ったのはアトリが事前に情報を得ていたためだ。事前の情報？はい、あの時の子が教えてくれたんです。
BBS に偽のレスを返したのも PK を雇ったのも彼のお姉さんがやったことらしいんです。サクが？はい、今ならお姉さんが寝ているからってボウ君が。一人じゃ心細かったので榊さんに連絡取って。間に合ってよかった。あのな、誰も助けてくれなんて頼んじゃいねえよ。長谷尾さん、行儀が悪いな。君が助かったのはアトリのおかげだろ。礼の一つぐらい言ってもいいんじゃないかね。はいはい、ありがとうよ。これでいいかよ。狭い、狭く小さすぎるよ君は。それはともかく、最近いろいろと大変なようだね。困ったことがあればいつでも我々を頼りにしてくれていいんだよ。冗談、頼った途端洗脳されそう。このガキ、さっきから聞いてりゃ榊さんになんて口の利き方しやがんだ。やめなさい松。でもこいつ、長谷尾君、出会った相手すべてを敵だと思って生きていくのは辛くはないかね。それよりも互いに求め合い理解し合う方がずっと楽だ。そうだろ。宗教には興味ないっつってるだろ。てめえ松。はい、すいません。長谷尾君、私は君とも理解し合いたいと思っている。願い下げだな。俺があんたらを求めてない。それは残念だ。では次に会う時までに君が本意していることを願っておこう。ありがとうございました榊さん。あの、うん、この間は生意気なこと言ってすみませんでした。いや、本当にごめんなさい。ったく、とんだ骨折り損だったぜ。これじゃいつまで経ってもアリーナに参加できやしねえな。あ、BBS で募集していましたね。あと一人なんですか？ああ。じゃあ、私、やります。え、マジか。はい、マジです。だってお前、嫌なんだろ？負けたり勝ったりするのって。そうですけど、私、思ったんです。ただ、月の木のこと、長谷尾さんに押し付けるだけじゃなくて、私だって長谷尾さんのこと、アリーナとかバトルのこと分かんなきゃって。あ、それに私一度勝利の味ってものを知りたかったりして。ダメですか？全然いいんじゃねえの。そんじゃ、味合わせてやるよ。勝利の喜びってやつをな。はい。じゃあ、私もう行きますね。あ。や、長谷尾。嬉しそうだな。どうしたんだ？三人目が見つかった。てか、アトリだけどな。おお、おめでとう。約束通り、僕もアリーナに参加させてもらうよ。長谷尾と僕とアトリ、三人でパーティーを組んでルミナクロスのアリーナカウンターに行こう。いよいよ試合開始だね。
ああ、なんだかドキドキしてきた。長谷尾は大丈夫？緊張してない？あのな、アリーナったってエリアでモンスター狩るのと一緒だろ。周りで人が見てるっていうのがプレッシャーなんだよ。昔一度だけアリーナに参戦した時なんか、テンパって何もできないうちにオイラたちタコ殴りにされちゃってさ。うん、ボロ負けだったんだよね。アトリはこういうの平気？おい、アトリ。あわ、なんですか？相当テンパってるね。皆さんどうしたんですか？私頑張りますよ。ところで私、何をすればいいんですか？アトリは回復スキル主体でよろ。はい、わかりました。大丈夫かな？とりあえず行ってみっか。さあ、今まさに戦いのハロウィンが始まろうとしております。ランクが低い？心身気鋭と言ってくれ。眠っていた狩猟本能を解放する時がやってきた。しなやかに今颯爽と入場。卑怯、最高の褒め言葉だ。寝ても覚めても相手を蹴る。気分は辻切りパラダイス。泰然自若に今入場。さあ、お互いに睨み合う睨み合う。一歩も引かない視線と視線。果たしてどんな戦いになるのでありましょうか。あんな雑魚勝って当然だろ。おい、アトリ。まだそんなこと言ってんのかよ。だってあいつらだってお前と同じだろ。え？だから負けた回数だけ勝利の喜びが増すってやつ。そうか、そうですね。あの人たちが次の試合で勝てるようにお祈りしちゃいます。バーカ、そういうことを俺たちが言うのは嫌味なんだよ。はい、すみません。今度から気をつけます。初勝利で5万円？おめでとう、長谷尾ちゃん。本当にしつこいな。ちょっと尊敬してきた。あんたの今のアリーナランクはまだ最低ランク。早く私に会いに登ってらっしゃい。今度こそズタズタに愛してあげる。まんまと罠にかかったな、ドライエッジ。ここで会ったが100年目、神妙にお縄を頂戴しよう。お前、誰？ふん、悪党に名乗る名前はないわ。たーん。うわー、息吹俊足のドーベルマン、ピロシさん。ピロ
シロピロシさん、ただいま参上。キラーン、名乗ってるじゃん。え、それとさ、俺トライエッジじゃないからな。ドワッ、いやー失敗失敗、てっきり貴殿がトライエッジかと思ったのだが。あんたどうして奴を追ってるんだ。うん、まあ例え話として聞いてほしいのだが、あるゲーム会社に一人のグラフィッカーがいたと思いたまえ。その男は自分のグラフィックに絶対の自信を持っていた。自社のネットゲームにログインして自分が担当したグラフィックを堪能していた。ところがある日、男は信じられないものを目にすることになる。自分の作成した超流麗千円究極グラフィックに醜い三角形の傷跡が刻み込まれていたのだ。なんという冒涜、なんという暴挙。復讐の鬼と化した彼はその犯人を突き止めるべく BBS を使用した巧みなトラップを用意したのだ。それって例え話。そうだ、例え話として聞いてくれとそう言っておる。トライエッジはあんたが相手できるやつじゃねえ。危ねえから追っかけるのはやめとけよ。ブル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 、問答無用。私は奴を捕まえるまでは止まらないぞ。貴殿もトライエッジを探しているのか。まあな。うん、なあ、他にサインがあるエリアとか見つけたら教えてくんねえかな。一見どす黒く濁っているが、その奥に正義の輝きを秘めているように見えないこともない。その人よかろう、良き目をした人よ。貴殿と私は志を共にする者のようだ。は？トライエッジの探索の同志と認め、この命果てるまで共に戦うことを誓おう。はあ、まあいいや。でプロジェクト GU の多さってどういうこと。ん？貴殿も私のギルドに入りたいのか。だが絵が描けることが条件だぞ。何しろグラフィックうまいで GU だからな。ヤタってやつ知ってるか。誰だねそれは。はあ、いやもういい。そうか、ならば私はまた策を練るとしよう。旅路の果てまでも頭上に星々の輝きのあらんことを。ジュマチ、ピロシさん、なんか変なもん見ちまった。タウンに戻るか。ガスパー。うん、はあ、ハセオ。どうしたの？お前こそどうしたんだ？なんか元気ないぞ。別に。オイラはいつも通りだよ。ならいいけど。